今回はみんなのオレガンプラを自慢し合うスレパート級に対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。イサミー、うわ来たよ。ガンプラになってもブレイバーンはブレイバーンだな。優しさを失わないでくれ。弱い者をいたわり、互いに助け合い、どこの国の人たちとも友達になろうとする気持ちを失わないでくれ。たとえその気持ちが何百回裏切られようと、それが私の変わらぬ願いだ。エース兄さん。だってよ、マミさん、頭が。頭がないから安いもんだのくだりも言えねえ。例のプール、インタビューを受けるフミナ先輩。10P 歳、現役 PE 生。違う、そうじゃない。深夜テンションのノリで作る MMD でありそうでなさそうなホットリミット罪袋。ガオレンジャーシリーズいきます。まずはガオキング。続いてガオマッスルカッコストライカー。ガオハンターエビル。味方になったガオハンタージャスティス。そして最終ロボ枠、ガオイカロス。左右の腕を別々にできるから戦隊ロボも作りやすくなってそうだね。100日後に自爆するワニ。100日目。100日、一瞬だったな。ジーガンのシュバルツチル、トモン涙の必殺剣のシーンを再現してみました。もうちょっと何かしら工夫した方が良かったか？まだちょっと頭で亀になってますが、バーチャロンのアファームドです。トンファー手に入れてから作ってみたいと思ってました。武装等で周りが気になったので修正したバージョンです。アファームド T タイプ B、 こっちはアファームド J タイプ C です。ローグカイゼルグリッドマン、フルパワーグリッドナイト。アレクシスは頭の炎以外はシンプルで助かるねー。サウンドラスは頭部と脚部をフミナパイセンのパーツ使ってるからビプラでいいんじゃないでしょうか。そしてこれがグリッドマンユニバース、ガンダム ×AC4 ネタ。おじきさん、やっぱり僕が。だ、大丈夫や、おっちゃんに任せときって。どないしよう、エアリアルにオルフェンズくんも応援に来てくれてるって。何か赤いのモールンやけど、やばい、ジェネレーターがバクバクしてきたわ。覚悟決めんか言われ、ボンの無茶にも再三付き合ってきたやろが、ちょっとアホみたいなスピードでお空の星になるだけや。あの、無茶だけはしないでくださいね、体が粉々になるんで。任せときって、若いもんにばっかり頼ってちゃおうと焦がした、ごめん今なんて。結末、無茶しやがって。おっちゃんの体は VOB の負荷に耐えきれなかったか。やつら、地上をどうするつもりだ？もう地上は終わりですね。エルデンリングの小壺作ってみたら、他にも2人作った人と偶然出会えて共鳴し合えた。自爆するのか。こちらスターフォックス、援護に来た。モブヒコ、イヤシャドウムーン、どうしても戦わなくてはいけないのか。決着をつけるぞ、RX。ジェイアーク、ジェイダー、キングジェイダーの欲張り3点セット。空はいいぞ。リリスモン再現。ビプラムズくない？豆ガンダムバーサスタンクガンダム。スマイリーボム。モンザエモンバーサスヌメモン。おもちゃの市街地戦。デジモンは世代だったけど見てなかったし、ちらっと調べて知っただけ。でも、そのビジュアルが壁に突き刺さったベルスターモン。いいね。前も貼ったことあるベルゼブモンだけど、同じレギルス着にたどり着いてるのなんか正解だったんだな感あって嬉しいわ。ネムネムなベルフェモン可愛い。ネイチャさん参上。なんちてスペシャルウィークです。目標は日本一のガンプラです。ガンプラですわ、パチパチですわ。シード世界にイフリートがいたらという妄想をやっと形にできた。かっけえ。生かすぜ。グフとドムの中間、というより、シードのゲルググにグフやギャンの格闘能力を加えて発展させたって感じか。顔。そのイケメンフェイスをもっとよく見せてちょうだい。顔は特に力入れた部分だから嬉しい。顔どうなってるんですこれ？多分だけどジオン系モビルスーツの顔イフリートかい？にチークガードを4つ使って顔の造形作ってる。あとはアンテナとかも使ってるんだろうけど、細かいところまではわからん。調整中のデルタ回。
あのごつい方が思ったよりもむずく、なんとかたどり着けたので投稿。デルタ界。他にも挙げてる人いるけど自分のも。デルタ界。自分は膝周り妥協して肩頑張った。肩幅広いパーツにアイフィールドジェネレーター乗せるといい感じになる。自分のこの肩のアイデアを元に改良しました。確かにエピオン腕にかぶせ物するとシルエットがすごくそれっぽくなりますね。全く気づかなかった。デルタ界職人多すぎる。これもう一周回って DLC で実装されない方がいいだろ。電動系作り続けてデータウェポン全部できたので、一番大変だったのはバイパーウィップで、一番完成度高いと思うのはレオですね。そして残ってたブルトドラゴンフレアのファイナルアタック。あとはなんだ。ベクターゼロとラゴーでも作るか。あとやっぱり全部作ったらさ、やりたいじゃん、全部乗せ。データウェポンスパイラルアタックをさ、メタルマンに挑戦してみた。本物より格好良くなって本当に申し訳ない。ベルトがちゃんと角なし兜ベクターで笑った。武田貫流専用機ガトリングガン、ダム。ひたすらガトガトすることを追求した機体。お前は健在だ。携帯操作感懐かしい。アトミックバズーカ、ハイメガキャノン、ダインスレイブ、月光町、ツインサテライトキャノン、ミラージュコロイド、ゼロシステムに NTD とヤバ武装や機能をふんだんに搭載した贅沢な機体、ガンダムセレブリティ、お一ついかがですか奥様？でもお高いんでしょう？ G ジェネシリーズより、トルネードガンダム。顔と胴体がお気に入り。バルシオーネ R をイメージした機体です。圧倒的壁詰め込みビプラ。RX-00 とアヤメの合体というコンセプト。本人が持ってる下章持っても構わんやろ。ビプラ挑戦したら手ぶらができちゃった。ビルダーズパーツのネイルハンド左右を使って、仮面ライダーセイバーのエレメンタルドラゴンフォームの胸部を再現しようとした際に、あれ？これで手ぶら的なものができそうとひらめき、名ボディプラス尻尾かける2でやってみたら、他のパーツは適当ですが一応組んでみた胸部部分。ブラボー、オーブラボー。ビプラってむずくない？むずいね。かっこいいガンプラ作りたくても完成したものは何か違和感がありうまくいかず、ビプラ？に手を出したら思いのほかハマりました。こういう手足まで獣系の猫耳お姉さんの、忠誠を見せつけられる瞬間が好き。ビプラ挑戦。魔法少女リリカルなの派より、高町なの派、ちゃんと動かすこと考えるとロングスカートはオミットした方が吉かな。ナノハさんは原作からしてメカニカルだからガンプラで再現するの相性良さそうよね。もうロボットではなくなってるけど需要あるんかな？需要しかないですよ。需要あるなら貼っていくか。赤いコーペタリ、青いメイド。色ごちゃごちゃしすぎて自分でもよくわからなくなってくるやつ。赤と青のセット。かぶいてますねー。動いてないのにトランザムしそうなビプラ。アズールレーンの赤木さんを作った。やっぱ再現って難しいね。パーツは曇っと欲しいよ。みんなの制作技術の向上がとどまるところを知らないな。ダマがこれ以上でかくできねえ。ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲じゃねえか。完成度高いなおい。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。